見事な満月に見舞われた今夜の西京極、 J1 昇格を引き寄せる勝負の月はどちらに味方するのでしょうか。2007 J リーグディビジョン2第42節、京都サンガ FC と東京ヴェルディ1969の一戦をお届けをしてまいります。上空はぽっかりと満月が浮かびました。西京極総合運動公園陸上競技場です。現在の天候が晴れ、気温が 24.6 度、湿度 63% というコンディションです。ゲームの解説はおなじみの上田ジムさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ピッチレベルのリポートは和田律子さん、実況田中雄介でお届けをしてまいります。注目のカードになりましたこの西京極。それではディビジョン2前節終わっての順位表を押さえておきましょう。結局首位のコンサドーレ、ここ5試合で勝ち点が1ですか。そうですね、本当に第3から第4クールにかけて本当にチーム状態を、ね、どう持っていくのかというのは非常に難しいですよね。その中で成功しているチーム、それからちょっと踏みとどまっているチームで、またギュッとこう縮まりましたよね。リーグを見ている中では非常にこう面白いリーグになってきたと思いますよね。前節試合のなかった京都サンガ FC は消化試合数が1つ少なくて、首位のコンサドーレに勝ち点差が3です。今日勝つと勝ち点で首位に並びます。対するヴェルディも勝ち点65の4位、こちらも今日は勝ち点3しか取りに来ていないということですからね。おっしゃる通り、本当に札幌、京都、仙台、東京、セレッソ、そして湘南、この辺りぐらいまでですかね。本当にどの試合も落とせない、だから第4クールだということも言えるんですけどね。ですから今日の試合はどちらにとっても非常に大きな試合、ここからは本当に一つも気が抜けないと思いますので。そうですね、はい。さあ、それではその緊張の試合前の表情などをピッチレベルのリポート、和田律子さんに伝えてもらいましょう。和田さん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。両チームの選手たちリラックスしているのかなと思いましたらね、やはり緊張している雰囲気はありましたね。そして両監督が引き締まった表情だったというのが印象的です。そんな表情をですね、皆さんにも見ていただこうと思いまして、この西京極スタジアムに選手が入ってきた表情をぜひ VTR でご覧ください。まずは京都サンガ FC からご覧ください。京都サンガ FC のバスが着いたのは東京ヴェルディから遅れること15分でした。1時間30分前、パウリーニョ選手が、ね、降りてきました。いつものお気に入りの曲を聴きながら、あとの11節で10点は取るということを言っていました。そして南部監督は開幕から言い続けてきた1試合1試合にいい準備をするということを掲げて今日もやってまいりました。41節が休みだったため、秋と冬の戦いに向けていい準備、フィジカル的なもの、そしてメンタル的なもの、いい準備がこの10日間でできたんじゃないかなということも言っています。そして復帰選手なんかにライバル心を燃やしているのがアンドレ選手、そしていい守備を入ろうというのが石井選手、そして途中出場で得点を決めてほしいというのが田原選手なんじゃないでしょうか。こういった、ね、リラックスした表情も見せていましたけれども、やはりユニフォームに着替えたりアップをしている表情なんかは硬かったなというのが感じです。そして徳重選手なんかはやはり J2 から J1 に上がる道のりが厳しいというのがセレッソ時代に分かってますので、ね、そういった経験を今選手たちに伝えている状況だったと思います。一方の東京ヴェルディ1969の選手たちなんですけれども、京都サンガのサガンガ FC よりも1時間45分前、15分早く入りました。そのバスから降りてくる選手たちの表情、監督の表情をご覧ください。元京都サンガ FC の選手だったラモス監督、この西京極スタジアムで前に戦った時にはですね、ラモス監督が7連敗だったということもあって、西京極では何かあるかもしれないねなんていうことを、私にも声をかけてくださいました。そして気になるのがこの2トップですよね、ディエゴ・フッキ選手。そしてフッキ選手なんかはやはり京都サンガ FC は全力で自分を守ってくるだろうから、やっぱりしっかりとやっていきたいな、怪我もあるんだけれども、やはり自分は攻撃に専念していいなんていうことを監督から言われているから、ディエゴからのいいパスや、そしてフリーキックなんかも狙っていきたいということを言っていました。リラックスした表情、本当になんかこういい雰囲気で入ってきたかな、ヴェルディの勢いが
この西京極スタジアムでも感じた表情の中の一つでした。ということで選手たちの表情はアップの時からですね、やはり夏場に比べてナイターということ、そして秋風が吹いているということもありまして、たくさんの水分を取っているということはなかったですね。でも両方のチームの選手たちアップの時から声が出ているというのが私の印象的な、レポートです。よろしくお願いします。ピッチレベルのリポートは和田逸子さんでした。京都サンガ FC と東京ヴェルディ1969、2位と4位の対決、来シーズンの J1 昇格チームを占う重要な一戦です。キックオフの時間が近づいています。この時間は2007 J リーグディビジョン2第42節、京都サンガ FC と東京ヴェルディ1969のゲームをお送りしてまいります。非常に綺麗な月が上空に姿を現しています。京都は西京極総合運動公園陸上競技場から注目のゲームをお届けをしてまいります。上空に雲はありません。気温は 24.6 度、湿度 63% というコンディションです。ゲームの解説はおなじみの上田ジムさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、我々もゲームの解説などはしないでこうじっくり見たいようなゲームになりましたね。そうですね、特にね、復帰パウリーノ含めてこう得点源があるじゃないですか。これは見てて面白いですよね。ですからちょっとこう見入ってしまったら本当に皆さんに申し訳ないなというところですよね。そうですね、この注目のゲーム、それでは今のディビジョン2、まず前節の結果を振り返っておきたいと思うんですけれども、一番上のコンサドーレ、結局ここ5試合で上田さん勝ち点が1ですね。そうですね、また、勝ち点の失い方ないしその負け方というのが非常に良くないんですよね。ですからどこかでこう、リズムが狂ってしまったというところで、まあ、本当にこの、第4クールどう立て直してくるか、そして下からどう追いついてくるかというところでね、逆に面白くしていると思いますね。それから東京ヴェルディ1969はアウェイですが水戸ホーリーホックを下しています。この前節京都サンガ FC はゲームがありませんでした。中10日空いています。それではディビジョン2の順位表をここで押さえておきましょう。いよいよコンサドーレと京都サンガ FC の勝ち点差が3です。今日のゲームで上田さん射程圏に捉えましたね。そうなんですよね、ですがこの射程圏だからこそこう見えないプレッシャーというかね、勝てばトップに並ぶ、そして負ければとい う, こう何とも言えないこの状況というのはやはりここはね J1 に上がるためにはこうこの ストレスを抜け出していかなければならないというところですね。東京ヴェルディ1969は今日が京都、そして次節がコンサドーレ、この2つに勝てば優勝できるという言葉がラモス監督から出ています。おそらくこのリーグのそして第4クール、そして波ということから言って、京都そして次というところ一番大事なところ、まあ、当然なんですけれどもやっぱりそこにこう、ね、選手たちに向けてのメッセージも含めて、集中をしているということでしょうね。自動昇格枠の2つもどのチームが埋めるのか、それから入れ替え戦に回る3位の枠も相当熾烈な争いの中で上田さんこれは決まっていくんでしょうね。そうなんですよね。ですからもう本当に最後の際までどこがどうなるかというのは分からないですよね、まあ、毎年本当にドラマといいますかね、何か起こりますので目が離せないと思いますね。そんな中で今日注目の選手、やはりヴェルディは復帰を置いては他にないということになるんでしょうか。そうですよね、なんといっても今 J2 の中でその、得点を、ね、最も取っている、というところで29点ですよね、はい、得点ランキングが文句なしの1位につけているこの復帰です。対する京都サンガ FC は同じようにやはりパウリーニョという得点源がありますよね。
だからこの辺りこうライバルということから考えても、面白いのかなと今日の試合はね、どちらが点を取るんだろうということを含めましてね、まあ、第3位、この試合ね、この形で20点で第3位なんですけども、やはり彼の場合は取るときには本当に爆発力ありますからね、やっぱり負けられないっていうのはあるんじゃないですか。そうですね。それからこの2人のストライカーをそれぞれ助ける役割としては手元の集計なんですが、アシストというのも非常に特徴的な数字になっています。ベルディの方は服部、現在手元集計ではアシスト10ということになっています。やはりね、サイドからそしてサイドからこう中に入る形でというので、こう実はそのベルディに関しても服部なんですよね。そしてまた面白いのが次に京都サンガで出てくるところのアシストで、徳重なんですよね。ですから両方のチームもそのサイドからこうクロスボールということだけではなくて、サイドを起点としてスルーパスであったりいろんな風で出てきているという特徴が、ね、やはり見て取れますし、この辺りも面白いなと思いますね。それでは両チームのこのストライカー、それからアシストの選手を含めた両チームのスターティングオーダーをご紹介してまいりましょう。まずホームの京都さんが FC です。お互いに掛け合ってピッチに向かってきました。対するホームセレッソなんですけれども、こちらですね、イレブンともにリラックスした表情でピッチに入った斉藤大輔が左に出ます。今日は徳重が右に回ります。チアゴ復帰です。前節の秋田からチアゴ角田のセンターバックに変わります。美濃部直彦監督率いる京都サンガ FC です。サブには田原、そして前節スタメンの渡辺が今日はベンチスタートということになります。対する東京ベルディ1969のスターティングイレブンです。今日は菅原と並んだボランチの位置に大野が入りました。前節の七海に変わりました。あとの10人は変更がありません。東京ベルディ1969、サブのメンバーをご覧いただいております。西京極総合運動公園陸上競技場、 J1 昇格を占う上で非常に重要な一戦、選手が入ってまいります。お互いに負けられないと位置づけた両チーム、ホームの京都サンガ FC は中10日、そしてアウェイの東京ヴェルディ1969は中3日で迎えた今日のゲームです。それではピッチレベルからリポーター和田律子さんに伝えてもらいましょう。和田さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。美濃部監督、京都サンガ FC 美濃部監督は東京ヴェルディについてはやはり前節水戸に競り勝ったというのが大きいかもしれない、自信を持ってくるから、やはり気になる復帰というところの抑え方、そして復帰を抑えるがあまり他の選手が開かないように、穴が開かないような組織的な守備もしたいなということも言っていました。そして一方のですね、ラモス監督も今はチームのために献身的に全員がプレーをしてくれているというのが強みであるということを言っていました。京都サンガのいいところ悪いところも全て分かっているので、今日はその穴をついていきますと、両方とも穴をつきたいというところが両監督の思いのようです。そのあたり、ベンチサイドの方からレポートを上げていきたいと思います。今ラモス監督、そして美濃部監督がですね、ベンチの方に入っていきました。今日のピッチレベルから伝えてくれるリポーター和田律子さんです。この京都のユニフォームを着てプレーをしたこともあるこのラモス監督、まあ、7連敗で進退をかけて迎えた14節この西京極でその進退問題を払拭するというゲーム、京都ホームで1-4ベルディ勝利というゲームでした。それでは改めて注目のプレイヤーを上田さんに挙げてもらいましょう。まずホームの京都さんが FC です。そうですね、まずなんといっても、得点源であるパウリーニョですよね。このパウリーニョが点を取ってくれれば必ず京都はいい形になっていきますよね。で、あと、もう一つこのパウリーニョ、それと今回ボランチでこう石井倉貫という風に並べてきた、そしてその倉貫がおそらくそのアンドレ・パウリーニョをフォローする形でというので、この
倉貫がまあ注目の形になると思いますね。あのここは相手のセンターバックは、ごめんなさい、相手のミッドフィルダー含めて1対2の状況に必ずなってるんですね、彼の前は。ですからそこを彼がどういうふうにうまく突破するのか、もしくはこうパスでうまくこういなしてくるのかっていうところも注目してみたいですね。対する東京ヴェルディ1969いかがでしょうか。京都サンガでパウリーニョと言ったように、やはりこちらは復帰ですよね。復帰がどれほどやはり、得点取れるか、もう本当にまあ彼はあまりこちら解説することはないでしょう、本当に復帰に関しては、その復帰を生かすという意味で、はい、同じように京都では倉貫だったのと同じように、やはり今度はディエゴですね。ディエゴがおそらくその、京都の石がついて、そしておそらくそのチアゴなり角田なりがうまくこう抑えようとする、ここも1対2の状態になっているというところで、それを一つ破れば復帰、それから飯尾、広山という形でどんどんチャンスができますので、ここはやはりディエゴがどう働くかというところがポイントになってくると思いますね。今日の審判団です。レフリーは佐藤隆二さんです。副審が岡野孝弘さんと長谷忠さん、第4の審判が藤原正明さん。もう間もなくキックオフです。前半の45分、まずはアウェイの東京ヴェルディ1969ボールでのキックオフになりました。萩村が前線を狙っていきます。長いボール、ディエゴが絡もうというところです。左サイドの服部、まずはタッチを上がろうというところでしょうか。京都サンガ FC のスローインからです。パウリーニョが落とします。サイドを変えて左に振りました。ここには中谷です。ボール生きてます。しかしここは貝本です。ヴェルディにボールが移ります。ディエゴから広山、中盤ルーズになります。ホイッスルがありました。斉藤が倒されました。京都サンガ FC ボールです。このキャプテンマークの斉藤大輔が今日は左の中盤ということになりました。このあたりもどんなサッカーになってくるのか非常に楽しみな部分でもありますけれどもね。そうですね、以前よりもその、2トップの2人に対してパウリーニ、アンドレに対してその中盤がフォローで、そしてもう一つこう作り手、パスの出し手があるというね、前向きな考え方もできます。最低の場合そのディフェンスも、ね、しっかりできますので、そのあたりが左サイドのスペースは非常にこう硬くなるといいますかね、そういう意味では非常に大きな変更だと思いますね。ただ京都さんが FC の関係者に聞きますと、もともとボランチをやっている時も攻撃の時間帯は勝手に左に行く傾向があったので、そんなに違和感はないんだという話はしてましたけれどもね。はい、そのあたりもですね、見延監督もそういうふうに言ってましたね。やっぱりドリブルで仕掛けたり、サイドからクロスを入れるときも左に流れてボランチから行くことが多いから、左サイドは違和感がないだろう。でも、今日の場合は倉貫和樹を最大限に生かすフォーメーションなんだということを言っていました。斉藤大輔選手は2003年ピム・ファーベイク監督の時代に 2,3 試合左サイドでプレーしたことがあります。この斉藤をサイドに出しても倉貫中心のフォーメーション、ディエゴから復帰のホットラインが成立するか。いや、ここは復帰を飛ばしたディエゴです。左の裏のスペースです。ずっとここはイゴが走っていく。ゴールラインを割りました。左のワイド、中盤にイオです。この後ろに服部が控えます。その京都サンガ FC、これはファールがありましたのでキーパーの平井からのフリーキックでゲームが再開になります。倉貫中心のフォーメーションという話がありました。この倉貫に期待する動き、どうやらその、中盤の底から出ていってバイタルエリア付近、かなりこうアンドレ・パウリーニと近い位置でのプレーを期待されているようですけれどもね。そうですね、どちらかというとその攻撃的なミッドフィルダーの役割ですね、作る方の役割ですね。そうですね、今のような形ですね。そうですね、倉貫が前へパウリーニに振っていく。この
倉貫和樹はヴァンフォーレ甲府に在籍していた時も藤田倉貫という2人のこのボランチの位置が非常に定番だった時代もありますし、プレーとしての経験がないわけではありません。その倉貫、今度は左のタッチライン沿い、後ろから来た中谷を使おうというところでした。これがその倉貫和樹です。ディビジョン2の戦いは第4クールで何かこうラッキーボーイ的な存在が出てくるチームが勢いをつけてそのまま上がっていくっていう傾向があるように思うんですが、京都サンガ FC1 人出てきましたね。そうですね、ただまだ第4クールも第4クールの前半戦のラッキーボーイと最後の最後のラッキーボーイってありますよね。だから どこでどういう隠し玉があるかっていうのは分かりませんね。それからまずはその倉貫、チームの期待に応えるパフォーマンスをこのゲームで見せなければいけない、ここが大前提になりますね。スローインは中谷が入れます。田中さん、はい、そのラッキーボールの一人がですね、中谷選手かもしれません。チアゴ選手なんかが、ね、言ってたのが、やはり新しく入った選手が結果を残してくれる、彼が入ってから2連勝というのはすごく彼がいいアピールをしているからじゃないかななんてことも言っていますよ。なるほど。さあここは斉藤です。今日は左サイドのプレイヤーになっている斉藤大輔から中谷がスーッと前線に吸い込まれていきます。向こうはパウリーニョ待っている、頭で落としていく。そうです、今のような形でその斉藤が簡単にやはり彼キック力もありますので正確なクロスを持ってますので、ああいう形で上げられるとそのなかなかヴェルディの方がこうプレッシャーをかけて中盤をコンパクトに、もしくは真ん中にこうね凝集することができなくなってしまうという点で非常に大きな力になってますよね今の。長いボールはヴェルディのキーパー高木からですが、ここは中盤ルーズ土屋のファールになりました。京都サンガ FC ボール早いリスタートです。斉藤大輔左の裏に徳重がスーッとスピードを生かして出ていこうというところでした。ボールが長すぎました。逆に七海に代わって今日スタメンの大野からようやく復帰です。2人の間を割って入ろうというところ、ここファールはありません。京都サンガ FC ボールをものにしました。角田です。そして倉貫だ。中盤で倉貫のタッチ数がどんどん増えていくんでしょうか。もう一度倉貫にボールが戻ります。石井から角田、そしてアンドレ、ペナルティーエリアの中でアンドレ、ここは土屋です。クリア、タッチに逃れました。10日前の鴨池のゲームは2ゴールでした。アンドレ右からのクロス、そのアンドレに向けて頭上を越えていきました。ペナルティーエリアの中に倉貫も入っていました。あそこは逆に今度は少しねマイナスといってはちょっとかわいそうなんですが、その斉藤がボランチから左サイドに変わったところで左のサイドワイドの選手があそこペナルティーエリアの中に入ってこなきゃならないんですよね。もっと思い切ってボランチですとやはりバランスを見ながらなんですが、そこは今は入ってほしかったなという。斉藤がワイドに開いたことでのメリットデメリット、相対的に見て今日のゲームどちらが大きく出てくるんでしょうか。西京極のオープニングシュート、1本目のシュートは京都サンガ FC の徳重でした。こちらがディエゴです。復帰とのホットラインは成立するのか、その近くに徳重ということになります。萩村です。ここはボールがタッチを割りましたので京都サンガ FC のスローインです。ボール徳重が入れる。パウリーニョ、徳重、徳重のクロス、後ろから倉貫、そして斉藤がペナルティーエリアに今度は入ってきた。もっと入ってきてほしいんですけどね。少しこぼれたボールに後から反応する形になりました斉藤。そして復帰がスーッと鋭いスピード、菅原からディエゴ、中央ディエゴ、コースを開けるか引きつけて飯尾の右足。ここはマウスを大きく外しましたが、非常にプレイヤーが多く絡む攻撃の展開でした。シュートまで行きました。このイーゴです。中谷が触る、寄せるのは広山、ボールは斉藤につながる。京都サンガ FC 戻ってまいりました。チアゴから前線のアンドレ、他
ここは諦めずに追います。復帰です。スピードがあります。復帰です。追いついた復帰。つくのはチアゴ。復帰どうする。自分で行くのか。際どいところえぐっていく。左足角度のないところ。先制はヴェルディ。復帰の個人技がほとんど得点に絡むような。最後はイオのワンタッチ。ここを相手狭い方に切り替えしての復帰。いや今のは逆にその京都の一番悪いところが出ましたね。その1対1の弱さは、まあ、復帰のところはしょうがないと思うんですが、あのペナルティーエリアの中に戻ってきながら誰もそのボール以外入ってくる選手は誰も見ないというところで、今のは非常にこう痛い失点でしたよね。反対にあの、飯尾は諦めずに2回、京都が2回非常に大きなチャンスがある中でワイドの選手が入ってこなかったのと、ヴェルディの方は1回のチャンスで入ってきた、まあ、あの2回目ですね飯尾に、そこの大きな違いかなと思いますね。くしくも上田さん、これ左の中盤の選手、そうです、飯尾と斉藤の違いということになりますかね、はい。まあ、この辺りはね、あの選手の能力ということじゃなくて、やはり意識の問題であって普段のやってることであったりということですのでね。中盤の底ボランチというポジションでは本当に安定したパフォーマンスを見せていた斉藤大輔ですけれども、ここはまずは飯尾との違い、攻撃という意味で結果を一つつけられてしまいました。先制はアウェイのヴェルディです。手元の時計で今前半の10分経過です。ゲームも動きましたが、上田さん踏まえて両チームの立ち上がりの印象を伺いましょう。そうですね、あのどちらもあの長いパスで相手の様子を見てあまりリスクを負わない形で、やってたんですね。ただそのカウンターで一つそのワイド、逆サイド、ボールのないところを含めて気づいた方が点を取った、まあ、いわゆるいいリズムに乗れたというところですよね。まあ、こういうような展開が今後もね、あの緊張感あふれた中でずっと続くんではないかと思いますね。この早い時間帯でのヴェルディの先制ゴール、これはどうでしょう。ふわっとしたボール、アンドレ頭で落としていく。パウリーノにはうまく落ちませんでした。ゲームが動き始めたことというのはこのゲームにとってどんな影響が考えられますか。あの全体の中では、まあ、本当にやってみないとわからないですけど、もしかしたらその点の取り合いになってしまうかなというところも考えられますよね。これによってあの緊張感のある試合の中で、そして最後の1点の、 あの1点の重さというよりも早い時間帯に点を取ったことによって、こうゲームとして の、 そのたくさんの動きが出てくるという点でね、そのあたりは非常にこうスペクタクルな状況になってくるんじゃないかなと思いますよね。均衡が非常に早い時間帯に敗れました西京極です。石井が拾う。そして徳重です。徳重1人かわす。斉藤が落とす。倉抜きから左のワイド、ワンタッチでポンポンポンときました。中谷です。中谷切り込んでくる。中谷エリアの中に行こうというところ、ここは大野が止めました。ヴェルディです。そしてディエゴから、いやもう一度さらったパウリーニョが、貝本つくが、パウリーニョが切り返していく。ホイッスルありました。貝本のファールです。京都サンガ FC ボール。ここは貝本浩二郎、パウリーニョに飛び込んでしまいましてファールということになりました。さあこの位置いかがでしょうか。そうですね、まあ、コーナーキックよりももっとこう、ね、精度がある形なんで、京都にとって非常に大きなチャンスですね。ゴールの前には徳重です。ペナルティーエリアの中には6枚です。倉抜きはペナルティーアーク付近です。すぐにペナルティーエリアに入れるかというところ。後ろには3枚、ヴェルディ1枚、復帰が残っています。さあゴール前の密集、徳重はどんなボールを入れていくのか。徳重ふわっとしたボールを遠いサイドへ頭で落としていく。ここはベルディのキーパー高木が早く見切りました。今の狙いと結果いかがですか。サンガの場合はチアゴが怪我から復帰して以来、やはり
セットプレー、そしてそのチアゴの得点率が高いわけですね。そしてチアゴ の、まあ、あのサポートとして裏にいた今パウリーノでしたので、まあ、得点も顔を見て分かるように正確にいかなかったというところでしょうね。このチアゴは一つセットプレーでは武器になります。まあ、見延監督もリーグの残り考えても慎重に使いたいんだという話はしていましたが、今日のベルディ戦に合わせて復旧させてまいりました。クラヌキからパウリーニョ、後ろから徳重です。この位置に徳重、斉藤は自分の前を指したその斉藤大輔、大里中谷です。さあアンドレがペナルティーエリアの中で手を挙げている。ここはコースに貝本が入りました。ベルディ中谷のクロスはゴール前まで上げさせませんでした。スローイン中谷、パウリーニョが受けます。パウリーニョから中谷です。京都サンガ FC ボールの支配、ポゼッションが続きます。どうして前を開けるか。クラヌキがくるっと向いた、低いボール、パウリーニョ。いや今のクラヌキは非常にあのいい、うまい個人技でしたね。中谷からクラヌキ、まだまだこのクラヌキの出番はあるかと思いますが、ここまでのボランチとしての中盤の底のプレーヤーとしてのクラヌキ和樹の評価、どんな風に映ってますか？あの基本的にそのボランチという言葉自体がね、あの今日本で一般的に使われてますが、あの逆に言えばそのプレイメーカーですので、うん、いわゆるオフェンシブなミッドフィルダーという形では非常にいい効果を出していると思いますね。ですからボランチと言ってしまうとちょっと、うん、あの前しか考えてないので、もうここ言葉の定義の問題だと思うんですけどね。ポルトガル語でボランチはハンドルという意味を、言葉を意味します。いつの間にか日本語になってしまいましたからね。その中盤イコールボランチであんまりいいことではないと思うんですが、斉藤のイエルボール、徳重ですが、ここはオフサイドフラッグが上がっています。あのしかしながらやはり斉藤含めてサイドからのボール、そして徳重かなり意識してますよね。本当にこうキックオフからずっとああいうこうダイアゴナルなランニングをしてますので、ちょっと目もかなり狙ってますよね今日は。右、はい、どうぞ。徳重選手も斉藤選手のですね、そういうボール、倉貫選手のサポートやそういったボールがあるので、その先ほどのダイアゴナルランというね、斜めに走っていく動きは自分の中で右サイドから入れていきたいなということを意識して、言ってらっしゃいましたね。今日ここまででも徳重は自分のポジション右サイドで受けるボールがありました。それから左のワイドのスペースで受けるボールもありましたし、それから中盤の底のポジションで受けたこともあります。非常に流動的にベルディの中盤をかき回してやろう、そんな気持ちが見て取れる徳重高明です。その前にディエゴが触りました。ここは落として復帰につながる。復帰が自分のスピードをここも生かす、1人2人をかわしていく。ここはノーファールです。チアゴが体をうまく入れました。田中さん、はい、ベルディベンチからは今のは声じゃないんですかということで、代表の審判にですね、もうベンチのコーチ、まあ、監督は前の方に行きましたけれども、あーっていう声がですね出てしまいましたね。ただ今のシーンは非常に気をつけなきゃならないということですよね。2人のユニットとしてその角田がそしてチアゴがということがあったんですが、そのタイミングがずれば非常に怖かったですよね。角田とチアゴの距離があまり空きませんでしたので、今のはなんとかことなきゃいましたが、今のも角田をかわした後のフッキーが完全に体勢を取り戻していたら危険なシーンでした。ここは京都サンガ FC のコーナーになります。キッカーは徳重です。チアゴがゆっくりゆっくりとペナルティーエリアの中に入ってまいります。187センチのチアゴ、このゲームから復帰です。まあ、ただチアゴチアゴと言ってますけど、アンドレもヘディング強いですからね。ここね本当に2回目ですので、どこを狙うか。徳重、足の長いボール逆サイドに、ここはキーパーの高木が出ます。そして早めにディエゴにつなぐ。ディエゴ、復帰は右に開いている。ディエゴは復帰を使わない。そして左のワイドのスペースからイーヨです。イーヨいいよ、またぎを入れる。個人技、シュートコース開けるのか。左からクロスが入ってくる。チアゴ跳ね返すが、ここは大野です。セカンドボール、ベンディに落ちます。ペナルティーで今ディエゴ入っている。復帰はペナルティーアーク付近です。ボールはイオの足元です。広山がワンタッチ、
そして飯尾、大野です。あ、オフサイドフラッグ上がりました。今ベルディもかなりこう流動的に動いてやろうという、ね、意識を感じましたが、そうですね、あの今の大野がボールをちょうど、ね、持った時に、ね、彼のシュート、あのいいシュートを持ってますので、ミドルを打ってもよかったんじゃないかなと思いましたけどね。斉藤から丁寧に倉貫へ、もう一度斉藤にボールが戻ります。中谷です。京都産が FC は左から行きます。中谷、アンドレにはつながりません。今画面下から上がってきているのがラモス監督です。大野との意思確認です。見延監督は対照的ベンチでこの戦況を静かに、そして落ち着いて見つめています。チアゴ出ていきます。先ほどの復帰のプレーといい、今ののチアゴが大野を倒したプレーといい、カードだろうというアピールはベルディ側ですね。あのラモス監督だったと思いますね。非常に緊張感のある表情でこの西京極に入ってまいりました両チームの選手たち。ボールはベルディのディフェンス、土屋からディーゴを狙っていきます。落ちたところに菅原です。菅原とも服部が開きます。その服部俊博、服部、飯尾、ここはベルディボールになります。スローインです。入れるのは服部、ボールはディエゴの足元へ。ディエゴからさあ復帰が来た。2人で挟みに行く京都産が FC、 ノーファールです。萩村です。センターバックの萩村、ここは戻します。今のも本当にあの見えないんですが、倉貫がね、あの本当にミッドフィルダー、今度はボランチの役割ですね、まさに今までいう、あのやっぱりこう攻撃の心を知ってるのが、ちょっと足を出してボールをつついたりしてるんですね。そこがやはり事なきを得た、非常に細かいシーンなんですけど、非常にいいディフェンスをしてましたね。今のは土屋から大きなサイドチェンジ、いいを狙ったボールですが、ここは京都産が FC、 徳重の足元につないでいきます。おそらくあの徳重もそのやはりその石井倉貫という形で、あの、まあ、自分の中非常にやりやすいんでしょうね。ですからボールが倉貫、石井の元に入る、特に倉貫に入ると必ず来る、ないしはその自分が走ってても大丈夫なんだというので、ですからこうフリーマンのようにこう動いていってますよね。今倉貫がボールを持った瞬間に空いたスペース左の裏を突こうという風な位置に徳重が走り出ていきました。いやー、復帰が前を開ける。復帰がペナルティエリアだ。復帰、もう一度復帰の足元にボールが戻る。ここは平井です。角度のないところからでもシュートを打ってまいります。復帰、いや今のあの三冠のディフェンスライン含めて、先ほどこれもチャンスですね。パウリーノと萩、これは萩村だ。どうだ、パウリーノ、パウリーノ人を使った。そして出てきたのは倉貫和樹。倉貫一人で二人をかわすことができませんでした。さあ攻守交代が激しくなっています。今度はベルディのカウンターです。貝本上がってまいりました。右サイドバックの貝本から復帰だ。復帰がチアゴをスピードでもスカーしていく。チアゴを体寄せていく。復帰足元にボールを残しましたが倒されました。ここは復帰に対するファウルです。ベルディボールのフリーキックになりました。復帰に追いつこうと寄せてはいくんですが、スピードで1、2歩かわされる。ここがファールにつながります。京都産が FC。 いやでも今のは逆にももったいないシーンでしたね。あのチアゴがストップ、角田なり何なりがストップをかけてれば復帰は完全なオフサイドで、あのまた出れなくなってしまうので、そうついていったために今度この15分20分間ずっと復帰から走られることになるので、非常に大きなポイントを逃してしまったと思いますね。ディフェンスとしてオフサイドトラップというのも復帰を止めるのには一つ有効な手段ということですね。あのトラップではなくてラインを止めるというストップですね。なるほど。トラップはこう迎え撃つんですけども、それによってその心理的な駆け引き飛び出せなくなるというので。入れるのは服部です。もう正確なキックが来ますよ。服部はペナルティエリア5枚入っている。ニアです。ここは跳ね返していきました。京都産が FC、 アンドレのヘディングクリア。反対におそらくあの三浦監督が先ほどから
多分そのディフェンスラインセンターバック含めてその深さとそれからラインを揃えるところとこの2つのところをこう、ね、注意深くあのコーチングしてるんだと思いますよ。狭いとこ広山キープしました。ボール生きてます。そして大野、うん、ここは少しコンビネーション合いませんでした。ボール徳重、低い位置、キーパーの平井に一旦戻します。萩村、服部、服部から大野、大野から復帰だ。治安はすっと寄せる、かわす、ディエゴ復帰、ワンツー、そして復帰、復帰が止まりません。ワンアシスト、ワンゴール。これで復帰5試合連続のゴール、5試合で8ゴール目。いや、今のディエゴのパス、ディエゴのパス、それがその前も含めてなんですけれどね、あのチームとして非常にいい形で取りましたよね。ディエゴと復帰、たった2人でゴールネットを揺らしました。ベルディ、ベルディのリードが2点と広がります。先制ゴールが決まった後に上田さんが点の応酬になるかもしれないと言っていましたが、追いつく前にリードを広げました。ベルディ、京都サンガ FC はビハインド、2点に広がりました。斉藤です。なかなか攻撃面ではボールを持つことができません。左サイドバックの中谷がこの位置です。そしてここにアンドレです。アンドレ右サイドから平島、そして徳重、平島が前線に吸い込まれていく。徳重のクロスはアンドレを狙ったボール、土屋のヘディングクリアです。角田です。ゲームは前線から行きます。石井、倉抜き、徳重、倉抜き、平島が残ります。そして徳重、石井、パウリーニョ。これあの京都の方はですね、あのベルディの方は非常にいい攻撃になってるんですね。あのサンガの方はやはり攻撃をした後攻め切ってくる、いわゆるクロスが外に出てもいいですし、あこれもですね、復帰がチアゴをかわした。次には角田をかわしに行く。今度はディエゴが出てきた。ディエゴ、いやー復帰はいとも簡単にチアゴをかわしていきます。ディエゴのフォローがありましたが、シュートまではいきませんでした。田中さん、はい、かばうわけじゃないんですが、チアゴ選手万全じゃないのかもしれません。愛媛戦で左膝をひねりまして、やはりあの 100% というところまでは来ていないということを言ってました。90分はできるんだけれどもということはね、昨日言ってたんですけれども、非常に中日の空いたこの京都サンガ FC ですけど、まあ盛岡でずっと来るのかなという練習風景もありましたが、そうですね、紅白戦はずっと森岡選手でやってましたので、サイドバックの選手たちも森岡選手かななんて思ってたらみたいなんですが、昨日になってディエゴ選手、そして復帰選手を抑えるにはチアゴだということを木上監督が決めたようです。リーグ戦残ってるので慎重に使いたいんだという話もしていた見延監督ですが、思い切ってのチアゴ投入ですが、ここまでのところ復帰は止まっていません。田中さん、ラモス監督はですね、復帰にいいぞいいぞいい攻撃だということをすごくあの褒めてますね。こちらラモス監督、14節は7連敗でこの京都に乗り込んでまいりました。結果次第では進退がかかるという報道もされていましたが、アウェイながら1対4で京都サンガ FC を下しまして、それから結局上田さん、ベルディは連敗がないんですよね。そうですね、そして J1 の見える位置まで上がってまいりました。徳重だ、縦に急ぐのか、徳重、パウリーノが開く、中には4人入った、徳重、倉抜き、そしてアンドレ、斉藤が入っている。合いませんがセカンドボール、もう一度土屋が跳ね返す。ここもシュートなりなんなりでパウリーノ左足、こういう形で終わってくれば問題ないと思うんですね。京都は当然得点を取ることなんですけど、それを途中で奪われてないしはそのカットされてというので、2点倒する形でも、それから他のピンチも必ずそういう形になっていると思うんですよね。まあ、それを狙ってますので、そのあたりはこうきちっとやりきってくるということを徹底した方がいいと思いますね。アン
パウリーネは残りゲームで自分のゴール数のノルマを10と上げています。相手のストライカー復帰は1シスト1オフ1ゴールです。後ろからいいボールが来るのか。角田ベルディはここはあまり前からはプレッシャーに行きません。引いてます。中谷、そしてヤーアンドレ、ここで土屋が出ていきました。土屋が広山を狙った右サイド裏へのボール、詰めるのは中谷ですが、これ今この時間帯だけなのかどうなのか、斉藤がまたその中盤の位置に入った、であの倉貫が左に今出てますよ、ね、ですね、この何分間かの時間帯そうなってますので、もしかしたらもうそのまま変更したのかもしれませんね。パウリーニョです。石井から受けたボール、パウリーニョ倒されました。萩村のファウルです。京都サンガ FC ボール、早いリスタートです。パウリーニョミドル、ディフェンスライン、それから大野と菅原の前から打ってまいりました。距離のあるシュートです。またここで入れ替わりました。変わりましたね。斉藤が左、倉貫がセンターサークルの中に入ります。第4クール、同じ相手と4度目の対戦になります。やり方を変えてそれがハマればやはり勝利につながる可能性も大きくなるんでしょうが、ただ上田さん、この斉藤や倉貫というよりも、はい、復帰の個人技という部分がここまでの結果には大きく影響してますもんね。そうですね、まあ、そのタイミングを逃さないパウリーニョが土屋をかわしに行こうというところ、はい、あの復帰をうまく使う、単純に手数を少なくして復帰を使うというのは、これはやはりあのベルディの方が徹底されてますよね。東京ベルディ1969はですね、背番号15番ミッドフィルダーの金沢慎選手がアップをしろということでラモス監督から命じられまして、今アップを上げているところです。ベルディベンチ裏でアップをしているのは金沢一人です。どういうマークがあるんでしょうかね、ラモス監督。そうですね、斉藤マウスを見る斉藤大輔、どんどん積極的に打っていいと思いますね。捉えましたが、ここは高木のセーブに遭いました。ミドルシュートがパウリーの斉藤と増えてまいりました。京都サンガ FC 手元の時計は前半30分を経過しました。先ほどのラモス監督の思惑ですが、上田さんいかがですか。はい、あのおそらく中盤の中でどうなんでしょうね、菅原とその大野のところのチアゴと復帰だ。ここはチアゴが簡単ではありますが重要なワンタッチを入れました。いや、ボールを持ちに行くぞ。チアゴつなぎました。復帰からボールを奪いました。ここでシュートまで持っていけるか京都サンガ FC。 ここは菅原のファールになります。思い切って持っていったのは右サイドバックの平島隆です。肩を打ちましたかね、今ちょっと、あそうですね、あの上半身から入ってしまいましたね。田中さん、はい、この平島選手はですね、やはり今日やっぱり勝たないといけないのは、まず東京ベルディより走らないといけないんだと、自分たちサイドバックは運動量が求められるけれども相手のサイドバックより走るというイメージで今日は入りたいということを言っていましたので、勢いが出たのかもしれません。そのスピードを上げていってドリブルで中に割って入ろうという平島、今の非常にいい試みでしたね。京都サンガ FC のフリーキックです。徳重です。徳重頭でスラしていく、パウリーニョが絡もうというところ、貝本が大きく蹴り上げてラインを上げます。ベルディ貝本が前線へ、ここに復帰はおりません。常に声を出していますラモス監督です。テクニカルエリアいっぱい、中さん聞こえたかもしれませんけど、ラインは下げちゃダメだぞと、上げろ上げろということを言っていますね。
センターバックの土屋、大野、非常にコンパクトな中でベルディ、広山、タッチライン沿い、狭いスペースも個人技がベルディの選手たちにはありますので、あまり苦にせずにボールをつないでまいります。チアン、チアン、ここ平山に当たってタッチを割りました。サンガ FC ボールのスローインです。中さん、はい、本当にあの個人技のあるベルディなんですけれども、今はその個人技も封印しながら守備に頑張ってくれているというのが、萩村選手や土屋選手からのすごくいいチームだということを言っている証拠なんですよね。でもそうかといってオフェンスになった時には自分たちの個性も光る、これが今の強みなんですということを2人とも言っています。思い起こせばラモス監督が指揮を取った昨シーズン、開幕は本当にちょっとこう群を抜くような個人技の集まり、11人のサッカーで圧倒してきましたが、そして集団に吸収をされて結局 J1 に上がれず、今シーズンは徐々に調子を上げてまいりましたベルディ。パウリーニョが来た、パウリーニョ、パウリーニョ、えぐる、パウリーニョ、土屋が切っていきます。去年失速の感があったベルディとは逆の放物線を上田さん描いてますよね。そうですね、やはり2シーズン目ということも含めて、そのどういう形でそのチームを作っていくのか、組み立っていくのかっていうところもやはり掴んだと思いますね。またやはり個人技だけではというところがやっぱり分かったなと思いますね。第4クール、同じチームと4度目の対戦、京都サンガ FC は特進を入れるボール、高木が出ます。セカンドボールはベルディ、広山の足元、さあディエゴ来た、ここはボールのコントロールが少し流れてしまいました、復帰にはつながりません。高木が出ます。結局キックの選択です。高木、そして広山前線復帰、その前にチアゴは長い足を伸ばしましたが、中盤ルーズはクラヌキとディエゴ、石井が絡む、ボールは萩村の足元にこぼれました。最後は服部が触ったというジャッジです。今日は両ベンチの脇にいわゆる集音マイク、ベンチで何が言われているのかを拾えるマイク、しかも普段より少し大きな目のマイクが立ってますんでね、かなり鮮明にベンチの声が入ってまいります。落ち着いてという声が今ベンチから飛んでいました。この2つを勝てば優勝ができるというのはこのラモス・ルイ監督です。そのうちの1つのゲーム、西京極を非常にいい形、徳重が打ってまいりました、ミドルシュートです。ベルディに対して京都サンガ FC は先ほどからパウリーニョ、斉藤、今徳重とミドルシュートが目立ちます。このミドルはどうなんでしょう、上田さん、はい、近くまで行って打てないのか、あるいはミドルシュートに何か意図が込められているのか。タイミング的には 打っていいタイミングだと思うんですよ。ですから、おそらくあそこは結果論だと思いますね。石井のクロスにアンドレ届かない、クラヌキです。今度は石井が前に出ていきましたので、クラヌキが1枚残ります。いやー、かわせませんでした。平島が裏を開ける、飯尾が持つ、空いたスペース、復帰が瞬間的に気合が出られない、エリアの中にディエゴが入ってくる、今のね、復帰も非常にいいこう駆け引きをしながら飛び出しもありましたが、サンガのディフェンスラインも最後は、ね、こう落ち着いて対応したなと思いますよね。ただやはり今のように取られては本当にものすごく大きなピンチになってしまうんですよね。京都サンガ FC のゴールキックと変わります。キーパーは平井、ボールは京都サンガ FC、 スローインです。このアンドレがシュートを打てるような場面というのがなかなか訪れませんね。
そうですね。ですからあまりそのためにストレスをためてしまって、ね、あのイエローなんてならない方がいいと思いますよね。あのプレーの中ではいいと思うんですけれども、そのアンドレを狙うボール、チアゴからアンドレが裏に出ようというところですが、ここは先にキーパーの高木です。センターバックの萩村、そして菅原です。パウリーネのファールになりました。ベルディーボールです。菅原からディエゴ、寄せていたのは石井です。京都サンガ FC 中盤の底から石井が出ていく。3回目だろというのは京都サンガ FC ベンチ、菅原に対するレフリーへのアピールです。なかなかレフリーも取るのも非常にこうね、高度なレベルを知ってないと難しいですね。あの非常に流れが速くなってきてますし、あのほんのちょっとした意図的なこともありますので、徳重が入れるボールです。ペナルティエリアからは距離があります。アンドレもチアゴも入ります。すらしていく、振り向けるか、いやー競り勝ちましたが、京都さんが FC 今のシーン、ね、今のはセカンド、そとしてクランキー、セカンド大輔、セカンドと騒いでいるのは見延監督です。伊藤大輔はペナルティエリアの中、近いサイドニアです。ディエゴのヘディングクリア、中谷か、蹴り上げたのは角田です。落とします、平島が行く、打てるか、フラ抜きから、いやフラッグ上がりました。アンドレオフサイドです。手元の時計、前半の残りは5分を切ってまいりました。リードこそベルディが広げていますが、ベルディも決して緊張感を切らさず、非常に時間の流れが早く感じるゲームです。今夜の西京極、土屋が起き上がりました。広山を狙ったボールです。中谷チアゴですが、ボールが復帰の足元へ、左に EO つくのは平島、ただ復帰がここにいる場合はそれほど怖くはないですよね。ボールをちょんとついたのは倉抜き、復帰からボールを取りました。ハットルをかわしました。倉抜き、右と左に選択があるがどうする、右にパウリーニョ、アンドレは左へ、いやしかし高い位置でボールを取ったのはベルディ、ディエゴが中央突破を図ろうというところ、ディエゴまだ残っている、3人4人を引き連れてのディエゴ、いや今のはあの入らなくて本当にラッキーでしたね。最後ちょっと最後のディフェンダー陣諦めましたね、取れたと思って。ここですね、はい、パウリーニョ前半で1点返しました。京都サンガ FC最後はパウリーニョ、ゴールマウスとキーパーの高木の距離感をよく見た、いい判断でした。いやすごいところに入れましたね今のは。復帰が取れば俺も取る、パウリーの前半でまず反撃ののろしを上げてまいりました。残りゲームでゴール数を10と自分にノルマ付けたパウリーニョ。中さん、はい、そしてあの J1、J2 通算で今日は100試合目の出場ということなんですね。パウリーニョ選手、自分のお祝いも兼ねているかもしれません。そのパウリーニョのゴールでこの西京極雰囲気が一気に変わってまいりました。
さあ逆に前半で京都が一つ返せたこのいいですね、はい、そうですね、あのこれはね、あの京都からすると 0-2 のままあのそのまま終わるのかなと思ってた矢先ですので非常に大きいですよね。1対2になりますと京都としても非常にこう、モチベーションといいますかね、攻撃力、あの攻撃の意図が上がりますのでね。カットの入れるボール広山がパウリーナの前に触りに行く。パウリーナも前線から守備に行きます。貝本につなげたベルディです。そして大野、下がって待つのは菅原です。そして萩村、ふわっとしたボールになりました。これは復帰を狙っています。しかし平島が切ります。アンドレ胸で落として倉抜きかな。パウリーヌだ。あー、これはオフサイドフラッグ上がりました。パウリーヌです。4位の一戦、しかも試合数が1つ少なくてコンサドーレに勝ち点差3と迫っている京都サンガ FC。 1点差に詰め寄る前半のうちのパウリーヌのゴール。そうですね、時間あの前半の時間もないんですが、サンガの方は逆にそのパウリーヌ、パウリーヌという形でそのアンドレからの落としでも構いませんので、ちょっとディフェンスラインがね、上げるのを先ほどの含めて怖がってる微妙なこうねところが出てきてますので、復帰は今ハーフウェイライン付近です。その復帰に向けてが広山、裏を取らせようというところ、キーパーの平井が今度は出てまいりました。平井のこういうプレーも上田さん、もしかすると今後は増えるかもしれませんね。そうですね、あのただやはりああいう足の速い選手、そしてディフェンスラインをこう上げた場合にはキーパーがそのスイーパー代わりをするという形で非常に大きなプレーですね、今のね。手元の時計は45分を経過です。アディショナルタイム1分。ボールはベルディ、広山からディエゴ、ここはラインを切りました。チアゴです。大きな体を使って、ここは広山のファウルになりました。京都サンガ FC ボールです。これがキーパーの平井直人、今日はワンアシスト、ワンゴール復帰にやられました。フィールドプレイヤーで止められないのであればということで、ペナルティエリアを飛び出していった平井でした。中盤ディエゴにつながります。ディエゴ自分で前を向くのか、近くにいる復帰へ、チアゴ、今度はやられまいというところ、あーっとイエローカード、復帰です。復帰にイエローカードが出ました。チアゴを倒したところでの、いや今流れとしてはでも止めてほしくなかったでしょうね。今斉藤がフリーでということだったので、京都としては後からイエローでもよかったですね。プレーが一旦止まった後でもやったかもしれませんね。ちょっとかわいそうかなと思いましたね。このゲーム最初のカードはベルディの復帰に出ました。ふわっとしたボール、チアゴが前線に残る。平島が頭で押し込む。倉抜きかパウリーノか。ここで前半終了のホイッスルです。西京極、2位の京都サンガ FC、 4位の東京ベルディ1969。前半で3つのゴール、非常に見応えのあった45分を終えました。今日の解説は上田潤さんです。上田さん、はい、前半いかがだったでしょうか。いや、あの一言で言うと激しいですよね。あの本当に全てのところで激しいですね。それからこのハーフタイム最中、大概こう落ち着いてくるんですが、両チームとも、うん、この後半、まあ、もっと激しくなるんだろうなっていうのが分かるね、このシーンだと思いますよね。ラモス監督が、お前おかしいってやっぱ歓喜してくれってな。異例のこのハーフタイムの入る前の抗議ということになりました。西京極前半終了しました。1対2ベルディがリードして折り返します。衛星 CM55、 インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売り上げアップ。衛星 CM55 詳
詳しくはウェブへ。雨の日、選手の気持ちが勝敗を左右する。だからファンやサポーターの力がものを言う。スタンドから声援を送る。熱いプレーで跳ね返ってくる。俺たちの声が選手を動かしているって実感がある。だから雨の日の応援ってなんだか誇らしい。熱戦が続く2007年メジャーリーグベースボール、スカパー MLB ライブならレギュラーシーズン毎日3試合生中継。さらに E2 by スカパーでも日本人選手の活躍を中心にお届け。さあメジャーリーガーの熱き戦いとボールパークの興奮をご自宅でお楽しみください。詳しい加入方法はご覧のカスタマーセンターまで。ここまでの放送は日清の提供でお送りいたしました。西京極総合運動公園、京都サンガ FC と東京ヴェルディ1969の一戦をお届けをしています。この後はホームクラブ応援コーナーをお送りします。ムラテック村田機械は半世紀以上にわたり生産機械の自動化を通じて働く人々をサポートしてきました。こうした自動化機械はさまざまな分野でより良い製品作りの基盤となり産業の発展を支えてきました。私たちはこれからも地球環境に配慮した先進のシステムを提供し豊かな社会の実現に貢献したいと考えています。ホームクラブ応援コーナーです。京都サンガ FC のホームゲームは西京極スタジアムで行われております。先制されて2得点をされたんですけれども、京都サンガ FC 徳重選手パウリーニョ選手という形でいい形でつながってパウリーニョ選手ループシュート素晴らしかったですよね。これもきっと後半につながる戦いだと思います。西京極スタジアムにお越しの皆さんにはですね、毎回お一人お一人にこの私の持っているマッチデープログラムが配られております。今日の表紙は今日出場すれば J1 J2 300試合を達成するという中原井選手です。途中交代に期待いたしましょう。さあこのマッチデープログラムの中にもあるんですけれども、サンガの情報を今日もお伝えしてまいります。まず最初にですねお伝えするのは10月の14日日曜日第45節セレッソ大阪戦14時キックオフの試合では、半導体のロームでおなじみスポンサーデーが開催されます。抽選でロームオリジナルの iPod ナノ、そしてローム福袋をそれぞれ10名様にプレゼントさせていただきます。ぜひ皆さんセレッソ大阪も負けられないということで、ぜひ応援に駆けつけてください。西京極スタジアムでお待ちしております。10月14日第45節です。さあ続きましては2007サンガグッズのお知らせです。新商品が登場いたしましたので持ってきていただきました。スタッフの方に来ていただきます。よろしくお願いします。さあ見せてください。まず最初は私の横にありますキッズサイズのレプリカユニフォームについてお知らせいたしましょう。前身頃のジャガード風プリント、後ろ身頃の切り替えもそのままのキッズサイズが登場いたしました。レプリカユニフォーム、ホームゲーム用の110センチ、130センチ、150センチの、サイズが揃いまして1万290円ということになります。胸、背中、袖のスポンサーマークもしっかりと入っていますよ。エンブレムもかっこいいですね。ぜひキッズたちもサンガのユニフォームを着て西京極で応援してください。さあ続いてのグッズはこちらでございます。サンガの選手も愛用していますヘアバンドです。今日はですね男性スタッフにもつけていただいてますし、そのヘアバンド12番っていうのが書いてあるんですよね。今日も田原選手、平島選手、角田選手、中谷選手もつけていますよ。ぜひこのヘアバンドをして気持ちを引き締めて試合に、そして応援に登場してください。新しく出ました2007サンガグッズのお知らせでした。ありがとうございました。そして最後にお知らせです。サンガのリーグ戦ではないんですけれども、第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会が3回戦が行われます。京都サンガの対戦相手は明治大学です。西京極スタジアムで10月の7日日曜日
13時キックオフで行われますよ。ただいまチケットはチケットピア、ローソンチケットで発売中ということで、ぜひお買い求めいただきまして西京極スタジアムへお越しください。すべて情報なんですけれども、サンガのホームページにもしっかり詳しく載っておりますので、ぜひチェックしてください。以上、ホームクラブ応援コーナーでした。この後お知らせを挟んで前半のハイライトです。ここからの放送はドガッチの提供でお送りいたします。いまだかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に、今日人類が初めてたどり着きます。いよいよです。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあドガッチへアクセス。雨の日、選手の気持ちが勝敗を左右する。だからファンやサポーターの力がものを言う。スタンドから声援を送る。熱いプレーで跳ね返ってくる。俺たちの声が選手を動かしているって実感がある。だから雨の日の応援ってなんだか誇らしい。大きくサイドチェンジ、空いたスペースに展開します。スルーパス、おっとこれはオフサイド。激しいボディーコンタクト、貴重な追加点が入りました。壁は4枚、ヘディング、ディフェンスをうまくかわした。これはチャンスだ。ゴール。おお、俺を踏み台に。鈴木はスカパーで。ザクとは違うのだよ。ザク、鈴木はスカパーで。圧倒的じゃない。鈴木はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り、全22作品を999円で。10月は不朽の名作ガンダム10作品を一挙に放送。アニマックスガンダム祭り。今なお絶大な人気を誇るファーストガンダム、テレビシリーズとその劇場版3作品を放送。そして前作から7年後を舞台としたゼータガンダム、テレビシリーズに加え劇場版3作品が登場。さらにガンダムシード、その続編ガンダムシードデスティニーのテレビシリーズ2作品。お問い合わせはスカパーまたは E2 カスタマーセンターまで。西京極総合運動公園陸上競技場、前半の余韻がまだ収まっていません。ゲームの解説は上田ジムさんです。非常に時間を短く感じる45分でしたね。そうですね、得点が入っただけではなくて本当にこう、気が抜けない。本当にこうちょっとした差で、シュートまで、それから攻撃にも持ち込まれるという感じで、非常にこう面白いゲームになってますね。京都サンガ FC のシュート数が10本に届いています。ヴェルディは5本で2ゴールということになりました。両チーム合わせて15本のシュートがあった前半。それではハイライトで振り返ってまいりましょう。ゲームは非常に早い段階で動きました。前半の8分です。ベルディは復帰が狭いところ難なく切り裂いていきまして、最後逆から詰めてきた飯尾です。これは本当に復帰の個人技で、そして会場、多分スタジアムのお客様も含めて全部あっけに取られましたよね。こういうゴールがあるのかというのでシーンとなりましたよね。一方のサンガ FC は14分、今日中盤に入りました。このボランチの位置に入ったクラヌキからパウリーニ。しかしベルディ突き放しは前半の23分でした。
はい、ディエゴのね、いいパスっていうのが見えましたしね、それから、まあ、ここはこのパウリーニョのもう技ありですよね。もうこのディフェンスもそれからゴールキーパーもこのような形でね、点を取られると本当に嫌なもんですよ。どこに怒りをぶつけていいんだという、非常にこう嫌なゴールですから、そのサンガとしては1対2なんですけれども、まだまだこうチャンスはありますし、どちらに転んでもおかしくないゲームですよね。うん、京都サンガ FC が42分でね、はい、1点返しているというのは後半に非常にこう興味をつなげましたね。そうですね、そういった点でもやはりこのゲームね、1対2というスコアよりもお互いにまだ、0-0 イーブンの状態なんだということが、やはりどう思い続けるかということが大事だと思いますね。ヴェルディも非常にこうラインを下げるなというね、ラモス監督からの指示もありますが、2点のリードで後半を折り返していくのであれば、ある程度の余裕を持って時間を過ごしていけることができるでしょうが、1対0と2対1、この1点差というのも上田さん、意味は違ってくるでしょうね。違いますね。今のシーンとして、加藤総監督がおそらくディフェンス、ミッドフィルダー含めて、そしてゴールキーパー含めてのチェックをしてますよね。そうですね。斉藤と倉貫です。後半の立ち上がりもやはり斉藤ワイドに倉貫を中盤の底にということなんでしょうか。こちらが加藤久志。まあどうでしょうね、ゲーム前にお話を伺った時にはですね、いや、うちはもう上がれないことは考えてないという話ではいらっしゃいましたがね。さあ西京極、両チームの選手ピッチに戻ってまいりました。田中さん、はい、交代があります。東京ヴェルディ1969の方なんですけれども、16番飯尾選手、ミッドフィルダーの飯尾選手に代わりまして、フォワード31番のシューバ選手が入っております。ゴールを決めた飯尾を後半の頭から変えてまいりました。シューバ投入は東京ヴェルディ1969です。非常にスピードのあるシューバが後半どんなパフォーマンスを見せるんでしょうか。西京極、もう間もなく後半のキックオフです。先にエンジンを解いたのは東京ヴェルディ1969です。エンド入れ替わります。左側にエンド、ホーム京都サンガ FC ボール、後半の45分のキックオフです。パウリーノが前半の42分にゴールを決めたことで、ゲームはまたどんな展開を見せるかわからないまま後半のキックオフを迎えました。アンドレ戻して石井へ、そして左は中谷です。後半の頭にラモス監督が動いてまいりました。今シューバー右サイドにおります。そして飯尾のいた左には広山が、ディエゴと復帰は中央のゾーンです。シューバーがチアゴの裏をスーッと寄せていきました。このシューバーもスピードがあります。あまりスペースを持たずしてもプレーができるというのはどうでしょう、特徴としてはやはり復帰のようなプレーヤー。そうですね、スピードを生かして、そしてその中でこう、スピードある状態の中でその個人技、ドリブルを生かしていける選手ですよね。ですからその前半の飯尾以上にもっともっとこう前に出てきたり、それからワンツーを狙ったりということをしてくるでしょうね。パウリーニョ最終ラインの突破許しません。土屋、ディエゴサイド変える、スペース持っている広山、寄せるのは平島、広山はクロスを早いタイミングで最後角田がゴールライン逃れました。この広山、今日で J2 は50試合出場の節目になります。服部、復帰につなぐ、復帰今のも狙ってまいりましたか。積極的な姿勢がね、今日はやはり1得点1アシストという形で見えますよね。エリアの中のディエゴへのスローインでした。服部、パウリーニョ、パ
パウリーニョ、縦を切るのは広山、少し遅らせましたがボールは徳重につながる京都サンガ FC。 徳重キープ、また広山縦を切る、そして寄せる、奪いました広山。さあ攻守が入れ替わる、ベルディカウンター、復帰、フラットになってしまいましたね、ディフェンスが。復帰かわし、角度のないところから復帰、まだボールキープ、上げていく、ここは京都サンガ FC 打たせませんでした。守ったのは角田です。一人ディフェンスラインで斉藤が倒れています、京都サンガ FC です。フラットになったというお話が上田さんにもありましたね。はい、ベルディがボールを持ったときにディフェンスライン、角田と、角田とチアゴのラインがですね、こう平行になって、そしてカバーのない状態になってしまったんですね。復帰が飛び出している場合だとそのままストップすればいいんでしょうけれども、まだ横にいる場合ですと、もうこれはオフサイドもないも取れませんよね。そうするとカバー、次のことを考えてというのがそのまま横に並んだ状態でいってしまうと、スピードで2人ともかわされてしまうと、もう1人かわされればもうキーパーまで行ってしまうという形で、非常に危険な状態でしたよね。ベルディの大野にイエローカードが出ました。ベルディは前半に復帰、今大野春隆です、2枚目のイエローカード。後半に入ってどちらもそのカウンターですよね、相手の自分たちがボールをこうポゼッションしているというよりも、そのカウンターになった瞬間、ないしはそのリカウンターという形でカウンターのカウンターになった時、この時にいかに相手に脅威ないしは得点に結びつけられるか、もしくはその非常にね素早くスピーディーないい攻撃ができるか、それによってこうリズムの取り合いが行われていくと思いますよね。でそれからするとサンガはパウリーニョプラス徳重、もう一人やはり、どうでしょうね、スピードアップできる選手がいるともっと楽だと思うんですよね。センターバック、ベルディのセンターバック2人がやはりこう高い、背の高いポストタイプには強いです。ですがこう裏に抜けるものに対してはそれほどのところがあるので、そういう攻撃もね、交代も今後ありえるんじゃないかなと。ですから今回のようなこうもう勝ち点3を取っていかなければならない最後の最後のところであれば、ポジションがどうのこうのではないところですね。いつもやってるやってない関係なくということですね。はい、攻撃と守備が入れ替わる瞬間のこの両チーム、この辺りが残り時間は注目になるのが、今度は攻撃に回る非常に高い位置からの京都サンガ FC、 最後はアンドレが、ここはキーパーの高木が抑えます。確かに前半もカウンターの仕掛け合いといいますかね、はい、そういうシーンが何度か見受けられました。ですからよくねカウンターでカウンターで得点というと、はい、ディフェンシブなイメージがありますよね。そうではなくてこう押し淡々とボールを奪うところ、もしくは相手がちょっとこうパスミスをしたところ、ボールを奪えたところを狙ってますので、ね、まあそういったレベルの両チームですよね。そうですね、シューバです、落として貝本から大野が前線出ようというところ、さあ攻撃と守備が入れ替わる、いやすぐに切ります、土屋です、そしてシューバ、京都サンガ FC ボールです。まあ、パウリーナのゴールもディエゴのチャンスの後、非常にタッチ数の少ない手数の少ない状態でゴールが決まりましたので、はい、やはり攻撃と守備が入れ替わった瞬間のこの両チームの駆け引きというのは非常に見応えがあるでしょうね。ディエゴから角田です、徳重、平島斉藤大輔までは見えていた平島のクロスでしたが、少し精度を欠きました。ただ京都としては早めに追いつきたいものの、やはりベルディの攻撃というものもケアしなくてはいけない。3点目を失ってしまっては勝利というものが見えてまいりません。このゲームで白星を挙げると前節終わってのコンサドーレに勝ち点で並びかける可能性が出てまいりました。いよいよ首位を捉える可能性のあるゲームです。角田
逆の立場で言いますと、そのベルディの方はこの試合を勝つと同じような立場になるんですね。コンサドーレにその並ぶかという、はい、徳重のクロス、アンドレが頭を出していく。しっかりとチェックを受けていましたアンドレ。しかしここは京都サンガ FC のコーナーにつながります。さあここは逆にゆっくりでも構わないんで、しっかりとしたボールをチアゴ・アンドレに合わせたいですよね、京都としては。そのチアゴ・アンドレがちょうどゴールマウスの中央付近に2枚並んで陣取ります。萩村と海本がつく。徳重はどこを狙うのか。徳重低いボール、近いサイド、ニアサイドを狙っていきます。徳重の足元にもう一度ボールが戻ってまいりました。チアゴ打てない、パウリーに落とす。さあセカンドボール、今度は斉藤がキープをして出ていく。えぐる、上げていく、アンドレの頭。今のはいいボールが入ってきましたね。この後あえてつながずに持ち込んでいった斉藤大輔。そうです、こういう判断は非常にいいと思いますね。アンドレも頭に当てるまではいきましたが、マウスの右。ハーフタイムの監督の指示が入ってまいりました。ご紹介してまいります。京都サンガ FC 見延監督なんですけれども、4つあります。うまくポジションできているし攻撃はよくやれている。2つ目がもっとサイドからクロスを入れていこう。3つ目にここからが勝負、自信を持っていこう。最後に絶対に勝つぞということです。さあ攻守が入れ替わった。パウリーニョが萩村をかわしに行く。ここはノーファームです。ホイッスルはありません。難しいシーンでしたよね、これは。パウリーニョが1枚飛び出したかに見えましたが、伸ばされてもファールなし。ただ今のような形でやはりあの両チームとも非常にディフェンスライン似てるんですよね。ですからあまり細かくやるよりもそのダイナミックに前を取った方が、あの京都の方もチャンスになると思いますね。ベルディはそれができていると思いますよね。これはうまく体を使った斉藤です。斉藤、斉藤、斉藤、アンドルに対してフラッグが上がりました。ここはアンドルのオフサイドです。俺なのかという仕草はこのアンドル。土屋がうまくスルスルっと 1,2 歩出ました。アンドルを残しました。一方の東京ベルディ1969ラムス監督です。3つあります。サイドチェンジで相手を揺さぶろう。2つ目に両サイドの裏のスペースをもっとついていこう。最後に絶対に受け身にならないようにという指示です。同じような指示、サイドからのクロスと言ったのは見延監督、サイドチェンジと言ったのはラモス監督。こちらが勝ち点3をもぎ取るのか。まだ1点差、復帰が来た、後半復帰が来た。ここはゴールマスから離しました。石井のディフェンスです。服部から広山、広山からシューバー、チアゴのファールです。ベルディーボールです。いい位置でのフリーキックになりました。後ろから倒されましたシウ。このシウバあるいは復帰、チアゴの体のサイズからすると非常にこう守りづらい動きをするプレイヤーたちでしょうね。あのおっしゃる通りですね。あのちょっとこう何かの反動で触っても、あの吹っ飛んでしまいますよね。ですからこの辺りはやりにくいと思いますね。ボールは復帰ですが、壁3枚来ますかね。直接どうでしょう、合
わせてくるのかなという気がするんですが、助走を非常に何とも言いませんね。強烈な左足があります。フッキーマウスを見た、狙っていく。クラヌキが見事にボールを体で受けてしまいました。このまま倒れ込んだクラヌキ和樹、しかしゴールマウスにボールを届かせることはありませんでした。アンドレがパウリーニを狙う、右の裏に走る、萩村がつく、萩村がタッチに逃れました。パウリーニを入れる、斉藤が受ける、パウリーニを足元に残す、パウリーニ中に入ってくる、クラヌキ戻します。どうする、ふわっとしたボールをパウリーニを入れようという石井ですが、ここは通りません。シアンの年、はい、どうぞ。東京ビルディ1969なんですけれども、4番のディフェンダー戸川選手にですね、柱谷コーチ、菊池コーチからの指示が出ておりまして、ユニフォームに着替えています。徳重からパウリーニョ、パウリーニョ、まだあります。セカンドボール、京都サンガ FC、 この位置に倉貫、そして斉藤、かいくぐって平島、タッチを割りました。和田さんからの情報はディフェンスの戸川がどうやらピッチに出そうだというところです。その戸川はもうタッチラインの脇まで歩を進めています。田中さん、はい、10番のミッドフィルダー広山選手と交代のようです。ここで広山と戸川を変えますか。あ、この間にラモス監督ディエゴを呼んでいます。そうですね、あのシステム的に戸川はディフェンスの選手ですので、形でそのままなのか。戸川が今入ってきてラモス監督の指示を伝えます。ディフェンスの枚数は変更はなさそうですかね。少し流れの中でまた上田さん変化がお分かりになりましたら解説いただきたいと思いますが、そうですね、はい、キーパー高木です。ディフェンスのラインに入ってますね。そうですね、3-5-2のような形で、そのあ、服部を一列上げるんですかね、うん、はい、服部を前に上げて、そのワイドを捉えないの、もしくは取りたいという形でですかね。その貝本浩二郎を右、服部左、そして3人のディフェンスが土屋、秋村、それから、戸川という形ですね。そしてあのラモス監督の指でちょっと示したなんですけども、ディエゴ選手がトップ下の形で、2人のサポートをするようにということを言っていましたね。シューバとフッキが今2トップ、ディエゴがその2トップを助けるような少し下がった位置、トップ下です。そうですね、あの両サイドを 3-5-2 の両サイドをつけましたので、あのトップ下がその、できるような形になりましたね。ディフェンス4枚、貝本と服部というサイドバックにいたところと、それからこの2枚を中盤に上げてディフェンスを3枚で守るフォーメーションへの変更、これは上田さん、分かりやすく言うとベルディのサッカーどう変わるというふうに捉えればよろしいですか。あの一つはそのパウリーニョとアンドレ、この2人がうまく機能し始めたり、パウリーニョが前に出始めたので、あの4枚のラインですとセンターバック2人で2枚を見なければならない、それを1人余る選手をつけたということですね。まずディフェンスから考えて、でそれとそのオフェンスに関してはやはりこう速い2人をうまく生かす、そして3人でこう行ってきなさいという形です。で両サイドは、服部と貝本に任せなさいという形で、もっとこう、復帰であったり、それからシューバーが出やすいようになってきたと思うんですね。ですからその妙によってはその復帰、それから、シューバー、そしてディエゴですね、はい、あのディエゴの3人がこうぐる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 回る形で出てったりすると思いますよね。前3人で攻撃を主にやって、そして終盤は厚みを増してディエゴ来た、左足、いわゆるセンターバックのできるプレーヤーを3人一番最終のディフェンスラインに残した格好になりました。まあ、ディフェンスラインに守りとそれから攻撃という役割を担わせるのではなくて、役割分担がきっちりできたという見方もできますかね。そうですね、
ヴェルディが変化をつけてまいりました。ラモス監督が動きました。コーナーはヘディング、土屋が高いジャンプを見せていきました。今サンガ FC のマークはどうだったでしょうか。全然つかめられていませんでしたね。そうですね、あのスッと入られてしまいましたね。パウリーノの存在感が出てきたという話が上田さんからありましたが、うまくゴールにつなげたい京都サンガ FC。 徳重です。徳重、菅原が縦を切る。徳重狭いところ、倉抜き2枚で挟んでボール取って菅原から復帰です。ベルディ、そして左に服部が上がりました。ディフェンスラインから1列上がっている服部、ちょうどここは上がりやすいスペースだ。服部復帰、狭いところ復帰、クリアはチアゴ京都さんが FC。 しかし土屋が最終ラインから後ろには2人を残しています。さあアンドルだ。パウリーニは3人に囲まれる位置から左の裏のスペースに、横のスペースに流れてこようというところ。大野が競り勝します。ここはルーズになる。チアゴから平島です。一方の京都サンガ FC の方はまだ変化はつけてきていません。見延監督、まだ様子を見ようという構えなんでしょうか。田中さん、はい、今言ってらっしゃったその時に22番ミッドフィルダー渡辺大吾選手が呼ばれましたね。前節はスタメンでした渡辺。そうですね、これを、ね、あのどこで使うかですよね。ちょっと今回は、うん、外して例えばトップに使ったりしても面白いと思うんですけどね。あの速さ速さでこう行ってみるという形で。田中さん、はい、7番のミッドフィルダー徳重選手と交代のようです。あ、なるほど、サッカーのスタイルは変えないということでしょうかね。うん、そうですね。いやーとシューバー来た。エリアの中でボールを奪う。折り返す。復帰が獲物を見る目でボールの近くにおりましたが、ボールを奪うことはできませんでした。クラヌキ、斉藤、手前のタッチを上がるのは右サイドバックから平島、追いつきます。中を見る。エリアに3枚。平島はかわしに行く。もう一度ハットルに挑むのか。平島、人を使うのか。戻した。斉藤が改めて上げ直す。セカンドボール、石井、マウスを見る。コントロール流れました。あー、これは石井にイエローカードです。京都サンガ FC の石井俊也にイエローです。平島が2度にわたって服部にチャレンジしていこうというところ。一旦戻して斉藤のクロスか。こぼれたボール、この石井と戸川でしたが、この石井俊也にイエローカードです。3枚、つまりはリーチのかかっている選手がベルディにもそれから京都にもいるんですけれども、まだ次節出場停止の選手は出てきていません。このあたりも非常に微妙なイエローカードの枚数です。このタイミングで京都サンガ FC、徳重孝明と渡辺大吾交代です。どんな変化を見延監督はつけようとしているのか。復帰です。個人に前を向こうというところ。2人3人でここもがディエゴの足元にボールが残る。少しでも譲り合ったりボールをこぼしたりしてしまうと、テレ選手が前にはいます。ベルディ、見延監督がベルディに対して打ってきた手、これはどんなメリットにつながるんでしょうか。これはそのまま、おそらくそのまま、徳重の疲労度を含めて交代したんだと思いますね。重に勝った渡辺大吾がボールを入れていきます。いや失礼、これは平島に渡しました。短めのリスタート。渡辺大吾から斉藤大輔、石井前にアンドレ、そしてクラヌキ、パウリーナ前が上げ、いやフラッグ上がりました。いい攻撃でしたが京都サンガ FC。 そうですね、
んの一瞬のタイミングです。際どいタイミングでしたね。まあ、でもこういうことをやはり繰り返しやっていくということが大事ですよね。わずかにラインから前に出ていましたパウリーニョ、オフサイドフラッグが上がりました。今日一つゴールを決めています。前節試合のなかった京都サンガ FC、 残り11試合はもう最終節まで走り抜くということになります。この残りゲームで10ゴールを自分のノルマとして課しているパウリーニョ、まず一つ今日のゲームでゴールは決めましたが、まだチームのビハインドは変わっていない。シューバー来た、ここは角田の手がかかりました。いやー、このイエローは今後を含めて大きいですね。ちょっとここでディフェンスの要角田次節いなくなるということになります。まあ、秋田であったり森岡であったりセンターバックを務められるプレイヤーはいますけれども、まあ、チーム全体の、ね、リズムとかそのディフェンスライン、あのチェアごとということを含めますと、やはり痛いですね、これは。角田誠が次節出場停止です。これが京都サンガ FC2 枚目のカードになります。ベルディボールです。入れるのは服部俊博。ペナントエリアには5枚、服部が入れる、遠いサイドに伸ばす、服部もちょっと悔しそうな仕草です。代表経験を持つ服部、もう服部も34歳になりましたが、シーズンを通してこのヴェルディの左サイド、痛んでいるのはアンドレです。時間は20分ほど、後半に入ってはまだゲームが動きません。ただベンチワークは入ってまいりました。角田が入れる、高木が出る、キーパーを釣り出すようなボールにはなりましたけれども、またカードが出ますかね。レフリーの佐藤隆二さんがイエローカード持ってます。誰に出ます？そうですね、チアゴ選手じゃないでしょうか。和田さん、それは確認取れてますか？取れてないんですけれども、今ちょっと逃げていくところに、レフリーが出していきましたのでかなと思ったんですね。高木選手、ゴールキーパーの高木選手がもうその後に当たられたということで、当たったじゃないかとボールを投げ出してしまいましたのでね、はい、それはおそらくチアゴだと思います。確認を取ってからもう一度確認してレポート入れます。イエローカードは1枚出ました。そして京都サンガ FC に出されたことは確かです。プレーヤーが確認が取り次第またお届けをしたいと思いますが、貝本がディフェンスラインから中盤に上がり、その中盤からスタートを起こして前線に顔を出してまいりました。復帰転がった大野、右の裏から大野、そして復帰へ、復帰入れ替える、復帰利き足にボールを置き直すのか、いやー、これは右足の方に置いてしまいました。自分では打てません復帰。ルーズボールは萩村が色に渡ってジャンプしました。タッチに逃れました。今のはレフリーが目の前だったんですが、見てたかどうかでしょうね。見てなかったと見えますね。今のはパウリーニョと土屋がその、ボールのないところで走りながら、ね、激しいこう接触をしてたんですけれども、まあ、激しい両チームのつばぜり合いだけに緊張感とともに激しさも増してまいりましたので、いや、角田も離れた方がいいですね。イエロー1枚もらってますからね。そうですね、このゲームで2枚目ということになりますと、このゲームのピッチから去らなければいけないということになってしまいます。角田、アンドレ、ボールはディゴか、菅原の足元、シューバが行く、ここは角田がタッチに逃れました。
ベルディ、シウバ、スピードとテクニックがあります。ここは無理な体勢からゴール前に送りました。今夜の西京極は6466人という入場者数の発表がありました。第4クール、この来シーズン J1 昇格を十分に見据えられた最終節の戦い。田中さん、はい、京都さんが FC カードを切ってきますね。14番ミッドフィルダー中原井選手が準備をしています。16番ミッドフィルダーの斉藤選手と交代のようです。基本的に見延監督はサッカーのスタイルは変えてこないということなんでしょうか ね、 そうですね。あのバランスを保った状態を続けるということですよね。ただ京都としてもまだ差は1点ですから、あまり大きな変化をつけるよりも自分たちのサッカーをしながら2点目同点ゴールを狙うということなんでしょう。シューバーが倒されました。今はあのこういう状態の時、本当にこう逆にこう焦って前にボールを取りに行くと、あのディフェンスの時ですね、裏を取られると、そのやはりそれをこう利用する選手たちがやはりベルディにいるので、京都としてはちょっとこう落ち着いて相手のスピードを止めて、そしてその自分たちがボールを前に持っていくことに集中した方がいいですね。今夜の中原井、失礼、斉藤のこのパフォーマンスですが、いつもと違うポジション、上田さんの目にはどんな風に映りましたか？いや、厳しく言ってしまうと、あそこのポジションではなかなか合格点ではないと思いますね。特にこの大一番といいますかね、こういう試合の中では。そして変わった中原井、こちらはサイドは本職としてますよね。そうですね、どうでしょう、斉藤にできなかったこと、見延監督はどんなことを期待しているでしょうか？やはり前で、そして前に飛び出て、そしてクロスボールでというところを求めていると思いますよね。サイドを取ってほしいということですね。そのサイドの駆け引き、勝つことができるか中原井。どうぞ和田さん。確認が取れました。先ほどのイエローカードは私のレポート通りチアゴ選手に出たものです。チアゴのイエローという確認が取れました。これで京都サンガ FC のカードは石井、角田、チアゴで3枚です。このうち角田のイエローカードが次節出場停止につながっています。ベルディの方は復帰、それから大野です。中原井がワンタッチです。いや、萩原が出てまいりました。高い位置、失礼、ボール戸川からディエゴです。ディエゴから貝本がふわっとしたボールを復帰の足元。復帰はディエゴの存在を感じてはいましたが、うまく合いませんでした。ここは渡辺大吾です。パウリーノがサイドに開きます。ワンツー、少し合いませんでした。パウリーノが前線から詰めていきます。今京都は自分たちの攻撃になった時に自分たちでボールを失いたくないですよね。シウバが角田をかわす。復帰の前、なんとか切っていきました。今のは逆サイドを冷静に対応ね、中谷がしてましたよね。ここは3階 C ボールフリーキックになります。出場停止が2回目なので、これで2試合の出場停止が決まりました。角田から前線のパウリーノに向けてのボール。第4クールの正念場、こういう出場停止イエローカードというのも勝負の絵には十分絡みついてくる可能性ありますよね。非常に大きく影響してきますよね。ですから、はい、プレー中の中での激しいプレーとかは仕方がないんですが、ちょっとそのレフリーに、口で何かを言ったりとか、それから非常にこう先ほどの、ね、チアゴのようなプレーを含めてちょっともったいないのが多いですよね。パウリーヌがアンドレは前線の中央付近に陣取る。アンドレがディフェンスラインを気にしながらペナルティーからエリアに入った。ボールは渡辺大吾の足元だ。クロスが上がる。アンドレが待つ。左からもう一度パウリーヌの前、合いません。ハットリクリア。
カンドボール、もう一度京都が拾います。サイドを変える石、バウンドをして平島、右サイドの平島、渡辺大吾、エリアにはアンドレ・パウリーニョ、さらには中谷も入った、クロスが送られていく、いいクロスが2本入りましたが中にわずかに合いません。さあ高木はスローでここを復帰につなげた、復帰、今シューバがペナルティーエリア、大野も来た、ディエゴも来た、復帰はワンツーをもらう、マウスを見る、シューバに届きません。切りました京都サンガ FC、チアゴからサイドバックの平島が前に残ります。そして渡辺大吾、3バックがですね、完全にパウリーニョ選手、アンドレ選手にぴったりマークなんですよね。なかなか前は動けないみたいですよ。その前線の一列前で受けた中原、どう最前列に放り込むか、ふらむきが落とす、入れるのか、石、ヤークは横田、縦へのボール、くさびをどう打ってくるか、横から崩すのか、渡辺大吾は行った、1対1の勝負、クロスが上がっていく、逆サイドからです、パウリーニョが横に並ぶ、縦に来るアンドレ、自分で前を向くのか、ポストに徹するのか、ここは蹴り上がったボール、クリアは甘くなっている、なかなかやはりああいう形で1回止まった状態でクロスを入れると、7枚こうゴール前にいますからね、なかなか厳しいですよね、スペースがなくなりますよね。ですからその早めに仕掛けて、それはそのサイドでも、それからトップのパウリーニ、アンドレの位置でもというところが必要だと思いますね。相手がいいポジションに戻ってくる前にですよね。アンドレが倒されました。田中さん、はい、東京ヴェルディ1969、最後のカードを切ってきますね。15番の金沢慎選手が用意をしています。ミッドフィルダーの選手です。前半からアップを命じられた金沢がこの場面で使われますか。さあ、それから十分にゴールの可能性のあるこのセットプレーを見ておきましょう。アンドレ中で待ちます。パウリーニョ外した。ここは渡辺大が合わせていく。セカンドボール打てるのか。左足、可能性のあるミドル中谷、しかしマウスの右でした。いや、思い切って狙いましたけどね。高木もいかんともしがたいという死角からボールがスーッと出てまいりましたが、惜しくもマウスの外でした。さあ、ここでラモス監督が3人目の交代です。11番の大野選手に代わってミッドフィルダー15番の金沢慎選手が入ります。まあ、カードを使い切るというのはラモス監督の戦い方の一つのパターンではありますが、はい、ここで金沢を大野に変えたこと、ポジション的にはあまり変化は出ないと思いますが、サッカーに何か違いは、と言いますか、大野がフィジカル面でかなりもうダウンしてたので、それでの交代というのが強いと思いますよね。田中さん、先ほどですね、佐藤雄介選手にも同じような形でですね、指示を送ってたんですよね、橋田にコーチが。で、どちらを入れようかということで金沢選手を選んだようです。共に中盤の底のできるプレーヤーを何枚か用意していたようですが、ベルディベンチ、最後のカードは金沢です。大野に変えました。ディエゴから今度はシューバー。ですから、ここでどちらかというと、その前3人で攻撃プラス両ワイドというところが大きくなりましたので、そこをうまく京都が止めれば、あとは早めに仕掛ければというところになりましたよね。先に動いたラモス監督の方が着々と何か自分たちのサッカーをベンチワークも含めてやってきている。対する京都はパウリーニョを中心にどうするか。中原来た、中原マウス見る、中原大輔、こぼれたところもできています。中に3枚、パウリーニョ、今のはうーん、田中
1番のフォワード田原豊選手が入ります。ここでラッキーがあったんですよね、中谷の前に。そしていいボールも入ってきました。なんとも言い難いですね。大きなため息に包まれました西京極。ここでアンドレと田原を変えました見延監督。こちらもこれで3枚のカードを切りました。ディフェンスの枚数までを変えて着々と自分たちのサッカーを続けるベルディ。基本的にサッカーのスタイルは変えずに3枚のカードを切った京都サンガ FC 見延監督。2つ勝てれば、この京都戦、札幌戦を勝てれば優勝が見えてくるという位置づけをしているベルディ。とにかく一戦一戦を大事に、気持ちで負けないんだという、腰やあるいはお尻でもいいからボールを押し込む、そんな気持ちが必要になるはずだというのが見延直彦監督。激しい第4クール、特に今日の西京極は注目の一戦になっています。両チームともに3枚のカードを切り終わりました。あとはピッチに立つ22人が何をするか、どんな結末を迎えるのか。注目カードだというのはですね、やはりマスコミの、数にも現れているようですね。いつも J2 だと少しやっぱり J1 の時より少ないなというのが印象的だったんですけれども、やはり今日は注目カードたくさんの記者が来ています。復帰の足元に前を向いた状態でボールが残って前が開く。復帰はシューマを使いに来ましたが、そこは切りました。逆に今復帰に打たれた方が京都としては怖かったか。そうですね、そのまま打たれた方が怖かったと思います。また反対によくサンガのディフェンダー陣を守りましたね。この時間帯で2点差をつけられる3点目、京都サンガ FC には大きなダメージになりますが、復帰から終盤へのホットラインを切りました。右からのクロスは服部が入れます。ペナルティエリアには4枚5枚入っているベルディ。復帰はペナルティーアーク、土屋が折り返す、ディエゴが結局強いボールは打てませんでした。ベルディ京都サンガ FC ボールです。手元の時計残りが5分を切ってまいりました。後半はまだどちらにもゲームが動いていません。ベルディリードのまま迎えたこの後半のキックオフからそのまま1対2の状況でこの時間を迎えています。このまま終わるのか、終わればベルディ京都サンガ FC に勝ち点差1と迫る。またディビジョン2は下のチームが上のチームに勝つということで混戦の様子を極めます。あるいは京都サンガ FC がベルディに追いつきかわせばコンサドーレに勝ち点並ぶという可能性も出ています。第4クール、まだまだ第4クールは序盤ですが、すでに目の離せない状況、大混戦の今シーズンのディビジョン2です。今本当にラモス監督が非常に重要なことを言ってるんですよね。前だけじゃ、はい、クッキーの足元にボールが残った。寄せます、枚数をかけます京都サンガ FC。 お話が途中になりました。あと1点、本当に自分たちが勝って上に行くためには本当にこう小さなミスないしはその遊びを入れてはダメなんですが、ちょっと遊びを入れるところがあってそれを激しく言ってるんですよね。なぜシュート、それからディフェンス含めてただこう言ってるだけじゃなくて、ものすごく逆に言こう日本のサッカー選手たちに一番足りないところを彼がやっぱり言ってるんですよね。反対にサンガは非常にいいリズムになってきたので、引かずにやはり前に出て積極的にクロスのようにシュートをしていくべきだと思いますね。この辺りもきっちり守った後にはカウンターのチャンスが待っています。京都サンガ FC パウリーノを1枚センターサークルの中に残しています。まず守ってからですが、チアゴが飛ぶセカンドボールに復帰が絡みます。セカンドボールに復帰、マウスから距離がありますが復帰どうする。復帰こっから狙った。そうですね、この形ですとカウンターが来ないのでみんなが引いて守れるということが非常に大きいですよね。
います。どうぞ。シアゴが前に入っていきましたね。ポストプレイヤーという形でもうフォワードの位置に行っていますので、石井選手がその穴を埋めるような形になっています。もうこうなるとその前にいますので、どんどん上げた方がいいですね。パワープレーに入ってまいりました。ここは戻す必要なく、とにかくクロスクロスクロスですよね。187センチが前線の中央に陣取る、ですから今のような形でワイドで競らせるんで、なんかとにかくもうクロスを上げてこぼれ球こぼれ球を、こういう形にしたんであれば、チアゴが待つ。中払いからチアゴが中央に陣取る、はい、チアゴに向けて分かりやすい、そして徹底したパワープレーに出てきた京都サンガ FC。 もう1点で勝ち点を分け合うという展開です。ここは終盤にイエローカード、横だったんですけれども、かなり危ないですね。ラモス監督もごめんなということでね、背中を叩いておりましたけれども、石井が一旦ピッチの外に出ました。さあパワープレー続きます。チアゴが追う、貝本がつく、手元の時計残り1分切ってまいりました。あとはアディショナルタイムがどれほどあるか。そうですね、京都のはまだとはいえ時間はありますので、復帰がスピードを生かす。今の角田の体に、はい、中谷ですかね、体の言い方は非常に良かったと思いますね。ここにいたのが角田ですね。角田ですか、はい、クロスは倉抜きからチアゴに向けてセカンドボール、中払いが出てくる、エリアに3枚待っている。中原井大輔どうする、落とす、そして平島中を見た、チアゴを見た、チアゴに向けて送る、チアゴの頭、もう一度中原井、渡辺大吾ボールは生きています。土屋は時間を使わせたい、渡辺大吾は早く折り返したい。服部のクリア、いやあの辺りが渡辺大吾ちょっとまだ何て言いますか、若いですね。後半のアディショナルタイム4分です。京都サンガ FC 徹底したパワープレー、4分は十分な時間でしょう。しかしベルディが来た、金沢が来た、そして復帰に渡す、復帰がコースを上げた、シューバー復帰の足元、復帰どうする、復帰右足か復帰どうするじらつ復帰、コースを上げに行く金沢です。時間を使わせます。ベルディには1点のリードがある。しかしボールを奪った京都サンガ FC、チアゴが待つ前線へ、そのチアゴがすらす、田原です。田原誰かに預けて、そして中に入った方がいいですね。いや預けたボールを落としが動きかない、4人が置き去り京都サンガ FC。 キーパー平井がちょっと半端なポジショニングがかわされた、ゴールがなき、シューバーのキック飛び込んだ、平島守ります。気持ちは切れません。京都たとえ腰でもたとえお尻でも一つのゴールを奪う気持ち。そうですね、もう中ですね、中に入れたわけですね。倉抜きから田原、チアゴの前、土屋明が中台セカンドボール、ね、土屋のいいディフェンスがありましたね。中原入れる、一つのゴールでベルディの勝ち点を2つ取れます。自分たちのゴールが一つ上積みになります。見えるのは渡辺大吾、コーナー丁寧にふわっと上げるボール、チアゴ大きなどよめき、ボールはクロスバーの上、チアゴ復帰したこのゲーム、最後の最後までいきます。その期待に応えられるか。
パワープレーになって京都サンガ FC は自分たちのペースは作れてますよね、はい、そうですね、チャンスは作れてます。今度は田原がすらそうというところ、パウリーニョもまだピッチを暴れ回っています。明確なポスト、187センチのチアゴに向けてコントロール、パウリーニョが絡む、セカンドボール打たせません。ベルディ服部のクリア、さあ1人すぐ寄って、そしてまたクロスですね。アディショナルタイムは4分です。今時計93分台に入ってまいりました。田原が落とす、田原が飛ぶ、チアゴの足元、セカンドボール、中谷が出てくる、エリアに4枚、クロスが上がっていく、チアゴが出る、高木とチアゴ、ここは高木がうまく抑えました。そうですね、ベルディは逆に前を取って、そしてゴールから遠ざけるような形ですよね。そして貝本がその役割を十分担いました。さあ平井もチアゴに向けて、とにかく前線にボールを送りたい京都サンガ FC。 ここで長いホイッスル、復帰の小さなガッツポーズ。結局この復帰のゴールが決勝ゴールになりました。後半両チームゴール奪えず1対2。東京ヴェルディ1969が京都サンガ FC を下しています。あの長いホイッスルの後の復帰のガッツポーズ、上田さん、今日のゲームにかける両チームの思い象徴したシーンですかね。そうですね、本当に、プレイヤーたち、それからまあ、いろんなことは あったと思うんですが、非常にこの緊迫したやはりいいゲームだったと思いますよね。復帰のガッツポーズ、それからラモス監督も含めてヴェルディのベンチが本当にものすごい喜びようだったと、渾身の力を込めて喜んでしまいましたね。それが勝てば1年、来週絶対です。お互いの健闘を称え合いました。ラモス監督、来週絶対にというのはこの後もう絶対に負けるなよと、はい、このままいい争いを繰り広げようぜと、そんな言葉だったんですかね。そうですね、おそらくやはりラモス監督もその京都に行ったこともありますし、それから現南監督とも一緒にいたこともあるということを含めて、やはりこうね、ねぎらいであり、やっぱりみんながいい形であればというね、非常にいいコメント、聞こえてきたなと思いますよね。本当にお互いの健闘を称え合う、しかし激しい90分。ヴェルディが西京極で京都サンガ FC を下しまして、これでヴェルディと京都の勝ち点が1差ということになりました。まあ、他の会場結果が非常に楽しみなところではありますけれども、この西京極だけを見てもまた混戦の様相を上田さん深めましたね。そうですね、これはどうしてなんでしょうね。第4クールになると本当にぎゅっとこうどんどん縮まってくる。放送席そうですね。さあヒーローインタビューが来るようです。今日のヒーローはもちろんこの方、復帰選手です。1ゴール1アシスト、素晴らしい活躍でした。A equipe contra, voltar a jogar bem, todo mundo junto, todo mundo até o fim, lutando até o fim. Então, do goleiro até o último que está no banco, né? Todo mundo gritando, todo mundo apoiando, todo mundo dando massa. E graças a Deus conseguimos esse resultado, foi muito importante para nós. そうですね、やっとチームが粘り強く一体感がすごく感じます。ピッチに出てるメンバーだけじゃなくて、ベンチメンバーも一緒になって戦ってるから、そういう結果になると思います。ラモス監督、そしてチームのメンバーが京都戦、そして次の札幌戦を勝てば優勝も狙えるということを言っていました。いい形で勝てたのではないでしょうか。ganhamos um jogo importante hoje, tem outro jogo importante contra o Sapporo, né, confronto direto. Se ganhar tem muita chance de ser campeão, mas não podemos esquecer que tem mais 8 jogos pela frente. Então a partir de hoje, como todo mundo disse, faltavam 10 jogos, 10 decisões. Uma foi hoje, ganhamos a primeira decisão. Tem mais 10 decisões pela frente, então a equipe tem que trabalhar forte, se unir. E são 10 jogos importantes, 9 jogos importantes para nós lutar até o fim agora.
そうですね、確かに今日の試合はとても重要だったんで、札幌戦も同じだと思います。でも本当にチームの中で言っているのは10回の決勝戦に戦わなきゃいけないということで、1回目は今日だったと思いますね。ですからあと9回あの決勝戦があるという気持ちで戦わなきゃいけないので、札幌戦終わってもまだ8試合あるということは忘れちゃいけないと思います。今5試合で8ゴールという絶好調ですので、次節もぜひゴールを、そして勝利をお願いいたします。メリットね、eu não sei, mas eu acho que o recorde, né, acho que é 34, se não me engano. Se for isso, procurar quebrar, né, esse recorde. Felizmente, estou pendurado, né, tomando cartões que todo mundo está vendo que não é merecido. Infelizmente, estou sendo prejudicado, mas fazer o quê? Paciência. Procurar jogar o mínimo calado agora, porque eu não falei nada, só fiz uma foto, que foi foto normal, e tomei o cartão. No... Até agora, estou me perguntando por que eu tomei esse cartão. Agora, procurar manter a cabeça no lugar e tentar jogar o...そうですね、あの確かに記録は34点だと思うんですけども、自分はできればその記録を破りたいと思ってるんですが、残念ながら今日もそうだったんですけども、 あまりにも下手な判定でレフリー審判団に足引っ張られてるっていうあの感じはするんですね。ですからもし審判団がそんなに自分の足をあの先入観を持って足を引っ張ってくれなければ、その記録を破ることも可能じゃないかと思ってます。ぜひ優勝そして得点を狙ってください。おめでとうございました。福木選手でした。ありがとうございます。今日ワンアシストワンゴールの活躍、結局この復帰の前半23分のゴールが西京極は決勝ゴールになりました。前節はホーリーホック戦、逆にレフリーに助けられたゲームも上田さんありましたからね、ベルディはね。そうですね、ただプレイヤーとしてやはりこの感情的もしくはその感じたことをやはり、まあ、コメントしたっていう形ですからね、そのあたりは彼の気持ちもわからないではないと思いますけどね。ベルディが京都さんが FC を下しています。この放送西京極総合運動公園からお送りをしています。カルガモ親子の映像本当に可愛らしかったですね。道行く方々も足を止めて見入ってましたね。信号をわざわざ止めてカルガモ親子の道路を横断させてたそうですが、はい、でもドライバーの方もなんだかホッとされたのではないでしょうか。はい、東京でもまだこんな風景が見られると思うと嬉しくなりますね。癒されますよね。続いてはお天気のコーナーです。明日は久しぶりに気持ちのいい青空が見られそうですよ。森山さん、さあドガッチへアクセス。未だかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよ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 です。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました。古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあドガッチへアクセス。二度も振った親。本物はスカパーで。まだ僕に。本物はスカパーで。アムロ一。本物はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り。全22作品を999円で。二度も振った親。鈴木はスカパーで。まだ僕に。鈴木はスカパーで。アムロ一。鈴木はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り。全22作品を999円で。アニマックス10月のおすすめ番組、ファーストガンダムからゼータ、そしてシードまで劇場版6作品にテレビシリーズ4作品が登場。10月は超豪華なガンダム祭りが見逃せない。懐かしのピョン吉が登場。ド根性ガエル、そして攻殻機動隊スタンダーロンコンプレックスが放送開始。お問い合わせはスカパーまたは E2 カスタマーセンターまで。J1 昇格をかけた両チーム、非常に好カードの西京極。このゲームのスタッツをご覧いただきましょう。結局両チーム合わせて25本のシュートが飛び交いましたが、後半はゴールが奪われず、ベルディがサンガを下したというゲームになりました。さあそれでは今日解説の上田ジムさんとこのゲームハイライトで振り返ってまいりましょう。まずは前半のゴールシーンからご覧いただきます。非常に速い動きをゲームは見せましたね。そうですね、
8分。これは本当に、誰もがあそこでは逆にこう切り返したりするだろうと思ったんでしょうね。やはり復帰が止められなかったという見方になってしまうんでしょうか。23分、今度はゴールを割られます。ワンアシスト、ワンゴール。これでベルギーが2点差。しかし前半の42分に京都サンガ FC はパウリーニョ、1点差に詰め寄ります。この1点があったからこそ後半ゲームがどちらに転ぶか分からない。そうですね、非常に締まったゲームであり、それから非常にこう興味をそそりましたね。後半8分、斉藤からアンドレ。ですからサンガの方も今日は、ね、敗れてしまったんですが、再三三振、こういういいクロスが入ってきたりして、本当にこう得点になるチャンスはたくさんあったんですよね。後半21分、ディエゴのミドルシュートのシーンです。そしてゲーム終盤35分、中谷マウスの右を通過。37分、これですね。これは惜しいシーンでしたね。結果後半はゴールが生まれませんでした。ただどうなんでしょう、やはりそのシーズン4度目の対戦、同じチームと4回の顔合わせ、やはり手の内はある程度分かってくるし、それだけにこう駆け引きというのは難しくなるのかなというのを後半は感じたように思いますが、やはり4回目というのは非常にやりにくいですよね。ただやりにくいんですが、その、京都も含めてこう選手の入れ替わり含めてあったということもありますので、まあそういう点では、ですからその最後の総力戦ですよね、選手たちだけじゃなくてそのベンチワーク含めてというのが今日は非常に見れたと思いますよね。さあそれでは今後の対戦です。もう京都サンガ FC はこのまま最終節まで突っ走ります。ベルマーレ、アビスパ、セレッソ、こちらも非常に難しい日程続きますね。まあ、とはいえリズムとしてはやはりこうね、こう波があるよりもそのままの緊張感を続けていった方がこれはいいと思いますね。対するベルディ、次のゲームに勝てれば優勝ができるという2つの位置づけのうち、今日西京を勝ちましたので、本当にこのコンサドーレ戦が注目になりますね。そうですね、これは非常にまた激しいゲームになると思いますよね。そうですね、ホームにコンサドーレ札幌を迎える43節になりますベルディです。では次節の対戦カードを見てまいりましょう。まずディビジョン1です。9月は最後のゲームになります。週末です。浦和はホームに、アルビレックス新潟を迎えるという節です。そしてディビジョン2の方がもう上田さん、全く目の離せない状況になってまいります。そうなんですね、もう本当にここは毎節毎節上下ないしは本当に高金差になっていきますのでね、もう何とも言えないですね、予測がつけられないですよね。そうですね、次節が43節というディビジョン2です。それでは続きまして J リーグ関連番組のお知らせです。 J リーグアフターゲームショーが8月11日土曜日からリニューアルしました。放送開始がより早く21時15分から、そしてより長く75分間になります。試合後スタジアムからの選手インタビューなど内容も充実、21時45分からのタイムシフト放送もあります。 J リーグ中継後もアフターゲームショーでお楽しみください。 J リーグナイト2007プレビューショーが8月10日金曜日から完全リニューアル。試合当日のイベント情報、試合の見どころ紹介など、試合観戦がもっと面白くなる情報を満載して放送、新コーナーも続々登場予定です。次回の放送は9月28日金曜日となっています。今シーズンのディビジョン2、例年にも増して最後の最後までおそらく優勝争いもつれるだろうなという見方はあったんですが、この西京極にそのエッセンスが、上田さん、何かこうギュッと詰まっていたような気がしましたね。本当に J2、J1 へ上がる道、そしてその第4クールが激しくなっていく、まあ、まず最初のこう火をつけた
のがここからじゃないかなというぐらい激しかったですね。そうですね。加えてコンサドーレ、まあ、今節は分かりませんが前節までの5試合で勝ち点が1しか取れていない、はい、そして中位からヴェルディがギュッと上がってきた。自動昇格、それから入れ替え戦に回るチーム、このあたりももしかしたら最終節までもつれるかもしれませんね。その可能性は高くなりましたよね。本当にただその中で自分たちのスタイル、それと自分たちのスタイルを貫く ところと逆に崩して勝利にこだわるところ、このあたりの本当にこう毎節それから90分間の試合、それから次節も含めてのこの判断ですよね。本当にこう瞬間での判断が J1 行けるか行けないかというところにつながってくるというのが今日のゲームで見れたと思います。今後もつながっていくと思いますね。そうですね。復帰という武器を持ったヴェルディでさえまだ J1 に分かれるかは分からないという状況。今日敗れましたが京都もまだまだ可能性を残します。ディビジョン2は混迷の予想を極めています。ゲームの解説上田ジムさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。